まるっときりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。あ、こんにちは。前髪を、はい、切りました。ということで今日はいつもとアングルが違うと思うんですけれども、だいたいこのアングルとくれば、そうです、ファッション系。今日はカレーこちらです。 GU の購入品紹介をやっていきたいと思います。何も入ってないんですけど、ちょっとね、今日は紹介していきたいと思います。この前 GU の動画をね、カップル動画で出したんですけど、その時に私も個人的に GU でお買い物したので、今日は GU の購入品紹介をやっていきます。サブで撮ります。いいでしょう。総額で言うと1万5000円くらい。めっちゃ買ったつもりだったんですけど、意外と1万5000円しか行ってなくて、え、 GU えぐ。こんな感じでちょっといろいろ買ってみたので、なんか自分の私服と組み合わせながら今日は紹介していけたらいいなと思います。はい、じゃあまず一つ目紹介するんですけど、まず私がもう着ちゃってるね、これを GU で購入しました。スウェットライクオーバーサイズニットチュニック。私は L サイズを購入しました。大きく着たいなと思って。かわいくない？シルエットはこんな感じです。はい、こんな感じです。シルエットがすっごいかわいい形になってます。なんかね、ちょっと腕まくりをするとまたなんかほらカジュアルに着れる気がします。そしてここが V ネックになってるから、中になんか着てあげるとさらにおしゃれ感が増すというか、まあ1枚でこれ着る人はもうおらんかもしれんけど、寒いからさ。はい、こんな感じです。めっちゃかわいくない？やばい、めっちゃかわいい。なんか私がさ、どっかで去年これに似たニットをね、7000円くらいで買ったんですよ。しかもその7000円のニットの方が生地的に GU よりもなんかチャチー感じがする。チャチーって日本語合ってる？方言なんかな？チャチーって言わん？すごいこうギュッみたいな、ヒュッみたいな、めっちゃ質がいい。ほんとに伸縮性があります。そしてちょっとこうもちもちしてるような生地です。ここにさ、スリットが入ってて、お尻がしっかりと隠れる形になってるから、体型気にしてる方にもおすすめだし、はい、コーデ的にはこういう感じで1個差し色でね、黒をあえて入れてあげることで、この前りょうくんのあれで紹介した黒いブーツです。これも GU のブーツです。ちょっと大人っぽさが増すというか。で、これを可愛く着たいんだったら、ここにスニーカーを合わせたりとか、黒が強すぎるかなと思ったら茶色のブーツとかでもいいと思います。全部がシンプルの中に一つ柄を入れてあげると簡単にコーデ組むことができます。てれん。じゃあ次紹介していきまーす。めちゃめちゃ使えるパンツ買ってきました。はい、こちらのパンツでございます。はい、すごい歩きやすいストレッチ素材が効いてて、もしかしたらあれかね、GU で今さ注目されてるやつかな。すごい可愛い。これ買って正解、マジで正解。ちなみにこれが S サイズ。だいたい GU の S 買ったらね、結構きつかったりするんですけど、これさ、なんか M 寄りの S な気がする。 S なのに太ももにもウエストにも余裕があります。丈がね、 S でもちょっと丈が長いなって感じ。普通に履くと着丈がね、これくらいの感じです。このニットの切れっぱなしのところと、一番太ももが細いところで止まるようになってて、しかもさらに下がね、フレアになってることで足汗効果が期待できます。こういうニットとパンツの相性ってすごいいいです。やっぱマフラーをつけてあげるとなんかちょっと学生っぽい、若返るような感じがしません？イエーイ、若返っちゃいました、学生ですみたいな感じのコーデになっちゃいましたけど、なんか今までは同系色で全部固めてたんですけど、最近はいろんな色入れてもちゃんと可愛いなっていうのを、いろんな色入れてあげるのもおしゃれの一つやなと思って、最近はね、あんまこう色だけに縛られずに、全然こう違う3色とかあえて入れるの可愛いなと思って、こう中の白のインナーをさ、ちょっと長いやつ履いて、例えば私の友達のレナちゃんとかこういう着方をしてること多いんですけど、こういうね、中からちょっとこのインナーを出してあげると、さらに重ね着感が出ておしゃれに見えます。次紹介するのがハイウエストストレートジーンズ、こちらの S サイズ。そして色が GU、 こんなね、くすんだ系の色のパンツがあるって思わなくて、めっちゃ嬉しくて買いました。あはS サイズ、待って、きつっ、やっぱケツでけ、私には S ちょっとやべえよ。もうこうやって8切れそうよ、もうここごめんね、足が短くて。例えばこれとこれに、これはね、 GU ではございませんのですけど、かわいい。はい、こんな感じでございます。ここにちょっとあえてローファーを合わせてあげます。そうするとさ、ローファーに丈がついちゃって、なんかパッとしないと思うんですけど、そういう時は素足で本当申し訳ない、1個ロールアップしてあげて、なんとなくちょっと抜け感を作ります。そして、はい、こういうバッグと合わせてあげると、足とバッグ同じ色にしてあげると、すごくパンツがね、 GU 感出なくて、はい、こんな感じです。きつい。てか、このコーデめっちゃ可愛いね。なんか私が前にね、こういうコーデ撮ったんですけど、その時のコーデにパンツだけ変えたような感じ。次は、オーバーサイズスウェットプルオーバー。こちらもあえて L サイズを買いました。多分この冬も一瞬で終わるかなと思って、春先でも使えそうな色を選んでみました。おー、オーバーサイズで可愛い。はい、さっきのパンツに合わせては、これはこれでまあシンプルで可愛いかなと思います。全部同系色コーデって感じ。くすみ系とか同系色が好きな方は、全部こういうね、同系色で固めるのも可愛いかなと思います。それこそさっきみたいにこういう白いマフラー巻いてあげて、同系色って言っても全部地味に色は違うから、ちゃんとお洋服を着てる感じは出ます。
さっきヘアゴムあったじゃん。次どこに行ったのよ。死ぬほどあち。無理なんだが、あちんだが。なんかこうマフラーつけるときとか、ちょっとオーバーめの服着るときとかは、あえて髪の毛をアップにしてあげて、はい、こんな感じで完成です。こういう色のパンツは一つ持っておくとずっと使えると思います。という感じです。あと3つ買ったんだけど、もうこれはさっきね、このブラウン紹介したと思うんですけど、だけど、ペアトウ、ペアもう一つピンクもご購入いたしました。いらっしゃいませ。どうぞ、ご覧くださいませ。いらっしゃいませ。1点で、はい、どうぞ。お客様はご試着何点で、あ、3点でございますね。はい、どうぞ。ご覧くださいませ。ご覧くださいませ。取り乱しました。申し訳ございません。色はこんな感じです。もうこっちは着ないんですけど、これもね、すっごく使えるかなと思いました。長いコートっていうよりは、フレアパンツは、あれなんちゅうん、こう、ショート丈のアウターの方が似合うのかな。そしてもう一つ買ったのが、リブスリムフレアパンツ、1900円 M。待って、急に眩しくなるじゃん。どういうこと？すごい太陽あったんじゃん。あそぼ、いいよ、あそぼ。はい、という感じでございます。やっぱフレアの時はここを隠してあげた方がいいと思います。だから、こうやって着るより、ここを隠して、このフレアの一番細いところを見せる。さすがにこの2つやったらシンプルなんですけど、最近私がめちゃめちゃ愛用してる、ジーナで買ったニットにもこうやって合わせたり、これもゾゾタウンで買ったんですけど、どんなトップスでもこのね、ベージュのこういうタイプのパンツを持っておくと、ずっとずっと使えます。これ1枚で使うっていうよりは、他のものを引き立たせたい時とかに、なんかとりあえずで下に履くとか。これは自由じゃなくて、すごくない？これね、土に帰るバッグって言って、これ土に戻るらしい。やっぱね、バッグすごい好き。こういうね、ちっちゃいトートバッグすごい好き。どんだけ服がシンプルでも、一個ここにさ、合わせてあげるだけで、なんか普通に外にお出かけに行けるなっていう格好になるじゃないですか。はい、ということで、こんな感じのコーデでございました。どうかな？皆さんよかったらね、真似してみてください。全部いいものでコーデ組んじゃうと、結構お金かかるから、全部コーデずっと GU っていうわけでもなくて、代用できそうなところは GU とか、そういうプチプラなものを使って、コーデ組んであげると、お財布に優しいのかなと思います。全部自由でコーデ組んでたら、出かけた時とかに結構人と被ったりするじゃないですか。私と一緒だ、あーみたいになるから、こうね、自分が持ってる私服と混ぜて組むのがいいかなと思います。最近なんかたまに私ブラックコーデしたくなるんですよ。だからそういう時に一つ持っとこうと思って買いました。はい、ということで今回は GU の購入品紹介でございました。よかったら皆さん参考にしてみてください。多分今回紹介したのがもう新作じゃなくって、普通に GU の売り場に置いてあったやつだから、なんかちゃんとネットで見て GU の新作が入ったと同時にちゃんとまた動画を撮れたらいいなと思ってます。はい、ということで今回も最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。最近早口になってね、私 Twitter、Instagram、TikTok、そしてウェアもやってますので、皆さんよかったらフォローをよろしくお願いいたします。ご飯食べてないんでご飯食べます。めっちゃお腹空いちゃった。じゃあまた次の動画で、じゃあみんなまたね、バイバーイ。